お疲れ様です。今日なんですけれども、スタンダードでオンバン EX を使っていこうかなと思います。まずオンバン EX なのですが、オンバットの進化系で HP260 のドラゴンタイプと技が2個ありまして、1つ目が隠密飛行、無色2個で使えて70ダメージ、次の相手の番このポケモンは種ポケモンから技のダメージを受けないと、2個目がドミネートエコー、超悪の2個で使えて140ダメージ、次の相手の番相手は手札から特殊エネルギーを出してつけられずスタジアムも出せないということで、基本的にはドミネートエコーをいただきへの雪道を張って打っていくということをすると、雪道を張り替えることもできず相手は特殊エネルギーをつけられないということで、ロックしながら攻撃していこうと。タイロストやミライドンみたいな基本的に種ポケモンで攻撃していくデッキに対しては、隠密飛行で殴ってやれば完封することもできますというふうなデッキですね。というわけで対戦の方に行ってみましょう。先行ゲーすぎるな。ちょルギア、まあ、ルギアはいいとしてもロストが分かんなくて、まあ、サーライトはあれが入ってなければ、あのワーカーが入ってなければまあ大体勝ち、まあ、こっちが逃げられない可能性もあるけど一応ね。風船欲しいな。意外とおもろいと思う。マシュブロの人も NRC 出てたらしいんだけど、さらに水根3枚入っててひっくり返った。それいいよな。それも使いてえな。月光眼が殴るタイプのやつね。これ本当にルミナスいる？なんかさ、ちょっとオシャレぶりたくて、オシャレぶるには霧の水晶入れようってなったんだよ。エネルギー持ってくるのに。エネルギー入れるのにさ、エネルギー転送持ってくのキモいじゃん。ってなった時に霧の水晶入れようと思って、違う、逆だな。ロストに勝てなそうだから、クレフィ入れようってなって、で、クレフィ入れるんだったら、超エネも入るし霧の水晶入れようってなって、そうなったらミカルゲも入れてよくて、今エネルギーの配分が超4の黒6の、ルミナス2なんだけど、馬ぶったらこうなったんだけど、なんならルミナスもっと増やしてもいいけどな。どうなんだろうな、よくわかんねえな。よくわかりません。あー、ハンド弱すぎ。でエネルギー、いやルミナス読んでいいか。これってさ、ルミナス編の効果よくわかってないんだよな。もう一回読んでいい？ルミナス、ルミナスはダメだもんね。まあ、超ハッ、あ、アクハルか。アクハッって、まあ、こいつは意味ないから。ハンド弱、ハンド終わってないこれ。ポケモンについてたら全てのタイプエネルギー1個分とになって、このカードをつけてるポケモンにこのカード以外の特殊エネルギーがついてたら無色1個だから、ルミナス、ルミナスがいけないんだよね。ってことは、まあ、ルミナス、ルミナスになる可能性があるぐらいルミナスを入れるのは悪手ってことだから、2でいいんじゃないかな。4とかだったらちょっとかさばっちゃいそうでキモいから、現物増やしたいし、まあ、2でいいかなみたいな気持ちはある。いや、これドロソ引けはかなりいい盤面生成できるはずなんだけど。あー、それはありがとう。それはありがたいね。サーナイトのエネを気絶するまでつける方法を再現できた。できなくてええわ、別に。そこは、いらんわ。いらんことはないって言おうと思ったけど、いらんわ、別に。まあ、バグは使いたいわけじゃねえからな。バグまとめの動画で前あげようと思ったんだけど、この件バグ多すぎてさ、まとめるのめんどくせんだよな。一個二個だったらまだいいんだけど。それがキモすぎて、あー、出すんだ。いや、これはかなりありがとうだね。一旦ここが確定だとして、こっからボス撃つかどうかな。んだ、ドロサポ撃ちたい気もするんだけど、後続を出したい。後続って何？後続出す意味ある？これ出せるけど、まあ、ボス撃ってここ倒してもええか。いや、ミュウ倒したい気持ちもあるんだよな、ぶっちゃけ。ミュウ倒したい気持ちない。あ、リバーサル発動できる。まあ一応雪道張るから、雪道張ればなんとかなるんだよ。だから雪道を引きに行くんだったらこれボス打たん方がいい。雪道打って相手がもし研究員入ってなかったら大体勝ちなんだよね。大体勝ちだから、まあ、星ガリスか、まあ、もう一枚ビーダルを立てといても、立ててやってもいいわよ。ねえわ、ありませんでした。ああ、あ、いたわ。いたわ。あ、全然いました。させんで引きましょう。そこ特殊エネもスタジアムも張れんから、オッケー。牧場もうこれでいいか。これで完璧なバンツ面を作って、こうかな。雪道張ってねえわ。どうすか？どうすか、このデッキ。良さげじゃない？すでに。すでに良さげじゃない？ま、140ってのがちょっと弱いけど、まあ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 。許す。日本人ベスト16残ってない。ちょっと負けちゃったんかな。悔しいな。言うてもやっぱ日本人に勝ってほしいわ。言うて、うん。母国としてもな。やっぱ日本好きだもん。日本が一番好き。欲しいやつ使ってよかった。わかる。わかるな。かなりそれわかるな。いや、毎ターンエネ張ってもさ、そんな間に合わんもんな。初戦。初戦って感じのダメージしか出ないからさ。これは、一応ボス打った方が嬉しいんかな。一応ボス、まあ、一応ジャッジマン、まあ、ジャッジマンかボス打ちたいから、まあ、これはエネルギー張って星ガリスから使うか。もうさっき星ガリス使ってよかったな。っていう気はしてる。いや、問題はどこにワーカーがあるかなんだよね。ワーカホリックが。それゲー。本当にそれゲー。剥がせるかどうかのゲーミングだから。まあまあ。ね、悪の方が多いから。いや、でも悪の方が持ってくるのがむずいんだよな。そう、キリ水があるから、こっちからでいいかな。
こうやって。ヒレ水マジオシャレじゃないこれ。クレフ、まあ、なんじゃも打ってもあんましゃあないな。ジャッジマンかボスやな、さすがに。これザシアンから殴る？もしくはサナから殴る？サナから殴るタクあんのかなこれ。キルリアかサナかザシアンから殴りたいんだけど。まあそんな焦んなってよお前。打つのは確定してんだけど。ザシアンで150刻まれる方がうざいか。うん、150刻みの方がうざいから。まあ逃げるんだったらエネが消えるから、こっちからでいいか。サネじゃまだバグってるらしい。まあまあ期待はしてなかったから、別に。期待はしてない、彼のことは別に。そりゃそうでしょ。そりゃあバグるっしょ。このゲームだもん。あーんのかよ、マジかよ。引かれたね、しっかり。まあまあ大体入ってるよな。なんか8割ぐらいは入ってるイメージある。9割は言い過ぎ。言うて入ってないコーチもたまにいるから。なんかこの前までの海外兄貴のツイッターを見てると割と入ってない構築が多かったね。なんじゃも4、ボス3、博士2の手帳なしが多かったんだけど、まあさすがに入ってるね。さっきエテボスに8回連続表出されて負けたけどバグかな。いやまあバグじゃないと思う。2、4、8、16、32、64、128、256分の1でしょ。昨日1万分の1出したから、まあ別にそのぐらいはあると思う。こっちが攻撃する前に攻撃力換算が0表記やったのが気になるよ。いやー、これはまずいね。まくられちゃったね。まあ、でも、リバーサルは貼れんから、ワンチャン倒されないんじゃない？ 12 個、6枚貼れるから、7321。あー、倒せるか。ぴったりか。ぴったりではないけど。で、手帳は使ってないか。いや、雪道はもう1枚貼らんと絶対話ならんから。まあ、オンバーン4頭だし、これ。確か。確か4頭だから。待って、このオンバーン。あー、バグってるね、このオンバーンもね。これは多分ボスかな？ボスじゃない。産業か。産業。産業のタイタン。あ、雪道かこれ。これ、ん？違うな。産業で、産業目の文章が結構ここまで続いてるから。何が映ってるんだこれ。うわ、何のカードが映ってるかわかんねえ。ハイパーボールか。ハイパーボールかな。あ、ハイパーボールだね、多分これ。これ多分ハイパーボールの絵柄が映ってます。なんでそれ倒せなくね？ん？倒せなくないそれ。お前もしかしてリバーサル貼れると思った？リバーサル貼れると思ったら6の832。そうだよね。絶対こいつリバーサル貼れると思ってるじゃん。おい。貼れないんですよね。知ってました？もしかして知らないんですか君。エネルギーつける場所間違えちゃいましたね。楽しい。マジで楽しい。最高のゲームだ。いや、やると思ったんだよな。スタジアム張り替えられないだけじゃないんだよね、こいつ。実は、スペシャルエネルギー、オア、スタジアムカーツ、フロム、ゼハンズ。オッケー？実は、ボス、ビーダル縛り、クレセでちょっと小賊とかもまあまあしんどいから、実はね、全然ボス、ビーダルがね、弱えんだよな。お前、逃げで1位にならん？頑張って、今から。痩せろ、お前、今から。減量しろ。風船があったらな、文句ねえのに。なんで風船というカード、いなくなっちゃったんだ。軽石を実装しろとは言わんからさ。あれはね、もう。はいはいはい。そう、そうなった時がめんどくさいんだよね。わかるわかる。まあ、これでも多分相手のプレミのはずだけどね。倒したかったはずだから、わかんないけど。明らかに頑張って探しに行ったもんね。エネルギーを、今の動き。そんな気がしてます。超だよね。超いい感じだよね。オッケー。やっぱエネデンじゃなくてさ、切り水なのさ、ちょっと良くない？うまぶってて。うまぶりデッキ好きだわ。うわ、なんもねえ。うわ、なんもねえな。驚くほどになんもねえな。さすがにオンバーもう一枚重ねときたいんで。まあ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 、そういうもんでしょう。まあまあ、これ殴るしかないっす。まあ、サナから倒されるけど、まあこのターン倒される方がまずかったから、まあまあ、一旦耐えてくれたから、ありがとうなんじゃない言うて。もうそのデッキ使ってるやん。いや、これマジでおもろいよ。おもろいけど、サナに、そう、サイネつけて殴られるだけで負けちゃうんだよ。作業員ゲーだな、本当に。マジ作業員ゲー。ボス1回で勝ちだから、これ。2回殴れば、3回殴れば勝ちか。これね、ダメージがね、弱いんだよね、140っていう。まあ、しゃあないか。そんなもんやな。ちょっと少ない。もうちょっと多くてもいいよって思ってる。180ダメ？案外殴りやすいから、ダメと言われればダメ。それうぜえよ。サイド落ちでもよかったやん。だって作業員と手帳がどっちも山に残る確率8割しかない。まあ、8割は結構あるか。黒馬下と、まあ、黒馬下確かにありだね。ありかもしれん。でも黒馬下って結局さ、やってること変わんないもんな。高校を取った時ルギアに対して、でも結局バケっちゃったら負けじゃんな。どうなんだろう。あ、でもまあ、まあ入れるか、黒馬。切り水入ってるしな、せっかく。せっかく入ってるし、入れてもいいな。俺はちょっと勝てる気がしませんね、残念ながら。ヒエクガルルファイア入れたけど、レシピ的に枠ない。この構築のちょっとなさそうだけど、いや、頑張ればあると思う、多分。うん。ミュウに確かに勝てなそうなイメージはあるんだよな。まあ、過密で、
カミツレ型にちょっとね、わかんない。いや、いけなくないけどな、雪道やって、下技ずっと打ってれば。ピコの木の雪道ロスギラ組んでたじゃん。あれってドッスンカビゴン入んない？いや、入ると思う、普通に。あ、待って、ビーダルあるじゃん。あー、間違えた、ビーダルあったあー、ビーダルありました、皆さん。秘宝。リッパいた。逆だわ、ビーダルが反応にあった。まあ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 、そういうこともあると。さあ、一番下に埋まっとけ。あの、雪道のロスギラか。あ、雪道のロスギラだったらどうなんだろう。なくてもいいと思うけどな。ビッパね、ちょっと、このビッパ見慣れてない。未だに。ちょっとね、あの、かっこいいからこれにしてるんだけど、アートレアってやつか。にしてるんだけど、わ、ちょっとわかりづらいね。あ、そっち進化するんだ。じゃあ、お前引いてるってことはか。まあ、エネ切って逃げるか。まあ、ボスでいいけど。まあ、意地でもこのターンに引くか。エネルギーが7枚貼れるから倒せないんで、ダッシュにめっちゃダメ感乗ってるね。さらに倒されちゃうか。いや、このターン引かないでほしいな。このターン引かれたらちょっと困るね。ここ耐えたら大体勝ちなんだけど、穴抜けボスで勝ちなんだけど、ここは耐えてほしいな。今 NAIC ではね、アルセなんだろうな。アルセ何か対ロストやってるね。やっぱアルセはやっぱいるよな。強いもんな、アルセですな。メリープはアートリアにしていません。すいません。申し訳ない。残念ながらしていません。まあ、クレセだよね。ダメ感6個。うわー、倒されちゃうじゃん。まあ、そっちだよね、でもね。でもそっちだよね。EO3 だよ、大会は。まあ、ボスサーナイトからかな、とりあえず。ザシアンからでもいいか。140だから。まあ、次クレセ使われちゃったらサーナ倒せねえもんな。これで行きましょう。行きませう。うん、弱い。ちょっとこいしょ。まあ、これは、ボスさえ引けば勝ちだけど、ボスがあと1しかない。あ、全部使ってるボス全部使っとるやん。最初1枚切っとったわ。まずいまずい。非常にまずい。非常にまずいです、今。あと、ビッパ進化しないのも結構やばい。アルセって結構 BO3 勝ち山だと思ってたけど、JCS だとそれもなかったよ。やっぱりここだと運だけアルセ。どうなんだろうな。まあでも結局、どのデッキも変わんない気がするけど。なんだかんだ負けるとき負けるしな。なんか、BO3 だからいいっていうデッキはあんまり分かってない。正直。JCS だと、1日目サーナイト使って、2日目は、1回は絶対先行取れるからルギアを使うみたいな人はいたね。まあ、結局そのサーナイト上がれなかったらしいんだけど、絶対に1回先行取れるっていうのはまあ大きいのかな、何かしら。まあそれはね、入れ替えたくさんあるんでいいんですけど。まあ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 。まあどこ殴ってもそこそこ強い。いや、でもここ殴る意味ないんだよな。ぶっちゃけ。穴抜けから打つか。クレセ倒す方がいい、これ。サナが3番だもんな。だったら入れ替えで、こいつから殴った方がいいっていう話あるか。次さすがに引かれるもんな。ラルトス倒せて、これでいいか。いや、もう次入れ替えないといけないとき穴抜け打つのキモいな。いいか、先穴抜けで。先穴抜け。で、そろそろ引かれてそうだから、ジャッジマンは、まあ発動するか。そろそろね、勝ち込んでいこう。下校だよね。進化して、ハイボー打ちてえけど、これ別進化せんでええな。倒されたら負けるから。南城山に残しときたくて、雪道も残しときたいから、これでいいか。こうやって。まあまあまあ、インドちゃいますか？みんなすげえね。いや、弱え。まあいいでしょ。殴って終わり。ここで相手、サーライトの2ドローしかできないから、意外とね、引ける確率少ないんだよな。半分。50% ぐらいしかないと思う。団結の翼組んでないね。昨日配信出てたよね。あ、もう組んではいるわ、ごめん。持ってはいます。持ってはいるけど。いや、サナが殴ってきたら勝ちだから、相手もこれ、サナイト EX が殴るしかないはずなんだよね、おそらく。ここまで来たらかなり有利なんだけど。で、相手視点はボスで、ビーダル縛ってしかないんだよ。でもボスが、あと1枚ないっしょ、これ。ないから、ここはいいよ。ま、さすがに。それは許すわ。どうすんだ。トレンジはリファインだったね。さあ、どうする？サナしかないよな。そうだよね。まあ、これは別にワンパンされないから、ワンパンされずにクレセ逃げてきても勝ちでしょ？本番強い。いや、強いと思うよ。あの、ルギアとかに先行取らされた場合に、黒馬が必要。でも黒馬があってもさ、入れ替えプラス雪道プラスエネルギー必要じゃん。結構むずいんだよな。まあ、だったらまあ、諦めてもいいけど。先行取ったら何とかなるみたいな。まあ、高校取ってもそもそも雪道ジャッジマンで時間は稼げるから。っていう考え方もあるよね。っていう考え方もあるということだけ伝えておこうかな。あ、これ出してもいいな、クレフィ。別に。別に出してもいいな。いけ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 どんどん。着物越しの方が良かった？どっちの方が良かったんだ？いや、これは勝ったんじゃない？どこ殴っても無理でしょ、多分。どこ殴っても後続のオンバーンが構えてるけど。そう、さらに意外と勝てると思ったんだよ。いや、これ良くない？いいよね。日本の大会見てるとさ、
あんまり手を差し出す人少ないよね。海外の大会は結構、まあ、計画の時手差し出すのよ。あれ好きなんだよな、本当に。まあ、負けそうになったら、それ、手を差し出すタイミングしか考えてないと思うもん、多分。大会の決勝とか。いつ手を差し出すか。それゲーじゃない？負けました、つって。まあまあ、あれいいよね。あ、グータッチもね、いいけど。やっぱ握手じゃない？握手が。グータッチは割とさ、一戦ごとにやるじゃん。自己負けするとき妹でブーしてから渾身してる。まあ、それもいいと思う。あれ。え、これってさ、あ、これ一瞬、遠くから見たら草津温泉に見えた湯気が立ってて、全然違うわ。あー、そう、そのデッキがねー、そのデッキがねー、そう、そうなんすよ。何がそう、何か。ミカルゲ？ネオラントは発動できないけど、そういうゲームでもないんだよね。欲しいカードないな、これ。じゃあ、ビッパ出しとくか。ビッパ出す？いや、ビッパ出すか。終わり。コロナで握手文化決勝だけ昔はあったってこと？うわ、それあるかも。確かにな。そうかもしれないな。やっぱ、わびさびと言ったら日本人だからな。まあ、握手がわびさびというかどうかっていうのは、ちょっとあるけど。ねえ、ニコ玉貼られなかったら結構でかい。ニコ玉だけはマジで勘弁してお願い。ダブルターボじゃダメ。それだけは許してくれ。引かないって4等のカード、そんな。あー、それ引かれるわ。うわ、イキリンコ入ってんの偉いわ。うわ、めっちゃエネルギー。うわ、うまこいつ。ダブルターボ絶対に探しに行ってる。分かってんね、オンバーンのこと。君、オンバーンのことを理解してる？腕と腕くっつける、あれでしょ？あの対戦前の。だから握手はさせたくない人がいるだろうからっていう配慮なんだろうけど、ちょっといらんよな。握手でええやんなって思うんだけど。あー、そっか。一旦目の星ガレプスプラスイキリンコってすげえお得やな。頭いい。頭上。さあ、引きますか？ニコ玉。引きました？君。わー、それまで入ってんのか。まあ、それもそうか。いやー、それはダメだ。まあ、ジャッジマンで事故らせて、雪道張って、アルセウス引かれないかな？そうだな。いや、強いよ。強いよ、マジで。ダブル、でも探し、めっちゃ探してたから、偉かったね、今のは相手が。相手が一歩上だった。といったところ。とりあえず雪道やろ？一旦。負けちゃなんて入ってないだろうから。わー、晴れねー。晴れねーよ。なんもねーよ。そして誰もいなくなった。いや、これだけハイパーボール弱いんだよな、ぶっちゃけ。いや、まあまあ。終盤のハンド切って、ビータルドローは偉いけど。アルセのキリンコむずいと思うよ。実際。ハイボもアルセもない！どう？ありえるでしょ、そんぐらい。こっちも雪道引かんかったから、ジャッジマンで。引くな！まあ、引くよな。まあ、引くよな。いや、5対1の、チャが強え、チャが。チャが強えんだわ。いや、あとね、これできて、オンバーン先行デッキすぎる。正直。正直先行デッキすぎるから、得れない。いや、まあ、スターファース使えるしな。アルセウスさえ引かれてたらダメなんだよ。雪道張れなかったから、雪道張れたらね、ワンチャンあったんだけど、それこそ。てか、まあ、雪道、まあ、そう、雪道しかないんだよ、今のは。奥歯と盛り合うとこでもちょっとやれる。で、どんぐらいの確率で引ける？どんぐらいの確率で殴れる、それ。5手1黒馬。ドラゴじゃあかんの？まあ、ドラゴはそもそも殴りづらいしな。全然別物だよ。一切違う、それは。同じベクトルで考えないでほしい、それは。殴りやすさが違いすぎるんだよな。もうこれ雪道張っても意味ねえしさ。強すぎる、このデッキ。どうなっちゃってんだよ。どうなっちゃってるんだってばよ。ワンパンされるからこっから殴るか。せやな。まあまあやれる。まあまあってどんぐらいだ。まあまあってどんぐらいなんだ。まあまあの確率次第ではあるな。よいしょ。ワンパンされることだけは何としても防がないといけないというね。気がしてるんで。いや、ワンチャビータで倒されてなんじゃも打てなくなったらやばいから打つか。普通に。確かに榊のカリスマ、おもろいね。おもろいおもろい。ダブルターボ剥がせんの頭いいわ。上技は種ポケモンからの技を食らわない。ちょっと弱いね、70は。ほぼ種ポケモンだけのデッキってないから。あとさ、種ポケモンだけのデッキつってもさ、ロストじゃん。ロストチャーリザードじゃん。いや、あれもやみらみあるし、なんなら穴抜けでもダメだから、あんまりね。強くない、この技は。だから、それこそ、団結の翼とかには多分いけるんだろうけど、そういうゲームじゃないよな。そう、団結にバリ強い。あ、そのまま殴る。え、進化すんの？マジ？ありがたいけどな。エネルギー、ゾンじゃない？へぇ。あ、レジもあるか。まあ、いないな、でもさすがにな。まあ、安定、引くけど、これ、ドローしてもしゃあねえし、裏育成しとくか。早めに育成計画出しとくか。オンバー持ってこれるから。適当にビーダルとか持ってきとく。ジャッジマンとか持ってきといてもいいけど。ネストもあるんだよな、これ。そう、前のに飛ばさないの。結構相手、アグレッシブだよな。アグレッシブプレイヤー。ジャッジマン持ってきとくか。先に。で、あ、雪道。いや、これ雪道貼っても意味ないんだよな。意味ないけど、まあ貼っとくか。ライハンは使いたくないから。まあ、入れ替えも切っていいか、別に。こうやって。
あ、違う、エネルギー持ってきてよかったんか、これ。エネルギー持ってきてオンバーンに重ねておいた方がよかったかな、一応。あ、てか星ガリス使ってねえわ。星ガリス使えるんか。ミスったな、タイミング。タイミングアホミスったな。殴りましょう。まあワンチャンあるんじゃない、これ。普通になんか夜寝てたらこれええやんつって、ね、寝てたらはおかしいか寝てはないわ。今作って今回してる。あ、今さっき作って、いや昨日作って今日回してるが正解か。ジャッジメン、え、これアルセマエいけるんじゃね。これ勝ったでしょ。まあダブダ張れんだろ。エネ切って逃げるとか弱すぎるし、いいね。え、おわ、良すぎだろこのデッキ。ヘビも2のリストある。じゃあ2にするべ。うん、打点は上げとく。団結の翼の打点は上げとくなんで。弱え。あー、ここでよかったまであるな、これ。でもこれ、オンバンオンバン出すのしんどいんだよな。オンバットオンバットか。待って、それ、ルギアはやめてくれんかな、ちょっと。ルギアだけやめてくれよ。全然 OK。全然 OK。全然 OK。リーダルがドローできないぐらいっしょ。穴抜けボスされなかったら、前殴られないしな、一生。な、貫通技なんかあるっけ？貫通しない。あ、雪道出せばいいんか。え、余裕じゃん。は？余裕じゃん。で、息リンコね。オッケーオッケー、いいよいいよ。あ、うわ、強い。エネルギーめっちゃある。ディンルーも使おう。いいね、ディンルー。ティンルー。リット2333。メタモンがよ、お前。2333ってなんだ？ 23 月33日生まれ。パラレルワールドってこと？あー、キモいな、それ。ダメ感になるとちょっとキモくない？まあいいか。許すか。強いって、マジで。強い強い。まあ今じゃない。あ、違うわ、これ霧の水晶じゃん。待って、うわやべえ、うわこれネストボールだと思ってた。ミストル欲しくない？めっちゃ欲しいよマジで。うんこ欲しい。これエネルギーつけるのちょっと弱いけどな。あ、なんか乗るの？はいはいはい。エネつけて逃げてライハンはなしじゃないけど、新しいオンバットを出して、だって目の前にいんのにさ、前につけるのちょっとキモいんだよな。解釈不一致すぎるんだよな。解釈不一致どころじゃないけど。まあ、このままでいいか。バカかよ、マジで。そう。ふざけんじゃねえ。ああ、まあ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 。そう、事故るんだよね。まあ、エネ切って逃げてトップライハンかな。何も変わってない、これ、マジで。何も変わってない、本当に。こう、特性発動してねえしよう。まあ、先に貼っとくか。トップライハン。雪道荒れて偉い。そこじゃねえだろ、到達地点はよ。マジでミストが欲しい。ミストレが欲しい。ボス撃つなよ。せめて。せめてボスは撃つなよ。ドロソがね。いや、アルセウスと変わんないんだけどさ、やってること。でも、アルセウスってさ、アルセウス自体がすげえ安定剤じゃん。5点1ダブルターボ貼ればエネもつけれるし、アルセウス V スターですげえカード持ってこれるし、マジですごいんだよね、あのデッキ。それ以外のデッキって、大体、それ以外の V とかのデッキって、そのエネ加速手段がある気がするのよ。アルセウスだけだよな。あんな見た目して戦えてんの。アルセウスが強い。普通に。いいデッキだよあれは。お願い、マジライハン引いて。ライハン引いたら勝ちだから。50分の2、25分の1、4%いけます。スッピュー。いや、まだワンチャンある、まだワンチャンある、まだワンチャンあるよ。一旦耐えれるんでね。何を隠そう、アックから張るか。倒されないだけで十分なんだよな。え、突破できなくねえ、だってコンバットファイト、コンバットファイト合ってる名前。コンバートファ、コンバートフライトだった。全然近かった。全然違いました。皆さんすいません。全然違う名前だったわ。いいよ。かかってこい。かかってこいや。150でしょ。ダメ感ってさ、裏にしか載せらんないもんね。だよね。コンバットファイト意味同じ。おもろ。いけいけ！おい、君、殴れますか？え、こいつ自身が技のダメージ食らわないんだよね。そうだよね。こっちが矢印ついてるから。そうだよね。でも一旦耐えれば十分なんだよね、やっぱりな。いや、オンバン4様々ですわ。スタンには回答ない？まあ、スタンのディンルーには回答なさそうだよな。お、山少な、お前。どうした？え？君、どうしたの？なんか、した？悔しい？どう？悔しいですか？え、ルミナスエネルギーって種だけ、もしかして。え、待って、大丈夫じゃねえかよ。びっくりした。合ってるじゃん、合ってる合ってる。ここキリと、うん、これさすがにベーターだね。ビーターか。ベータテスターです。どうもベータテスターです。まくりました。
ミカルゲアタック？あはは、巻いたんじ、え、ミカルゲアタック、これダメ感じないでしょ、でも。そう、プリズムは種で、あ、そうだな、確かにプリズムは種だけだから。まぁ、ちょっと違うんでね、プリズムと。これなんだっけ？ルビナスか。ういー、ナイス。